香港馬倉山の日本城香港元明広場の日本城香港西館西外の日本城日本城は香港資本の国際科挙霊収入原講師が経営するホームセンター及び小売店家具文房具食器調理道具乾電池などの日用品加工食品や化粧小物等を扱う第一号店を香港に出店して以降シンガポール中国 マレーシア、サウジアラビアなど、国際的に支点網を展開している。日本城という名称ではあるものの、創業者の国籍や、本社の所在地などは、日本と関連がない。1979年に、カナダのクイーンズ大学を卒業した、リューカシュア・アキラは、日用品の貿易会社である、国際科挙例収入原講師を、1981年に、 香港で創業した。そして、同社のチェーン店である、日本上の1号店は、1991年に、香港の北積みの坂道で開業した。その後チェーン展開は、香港のみならず、世界各地に拡大している。日本上が進出している国、地域は次の通り、香港、シンガポール、マレーシア、中国、マカオ、カンボジア、インドネシア、サウジアラビア、 ニュージーランド。日本上を含め、同社が展開している。ブランド名は次の通り、ジャパンホームセンター、シティライフ、エポギフツステーショナリー、ハッピーキッチン、ジャパンホームリビングプラス。香港でのチェーン展開は、積極的に行われている。香港の不動産投資信託会社のザリンクライト、社による2012年の調査によれば、 同社が運営する22の主要なショッピングモールに対し日本上は30の支店を進出させていた。この店舗数はマクドナルドとともに最も多いチェーン店であった。店舗形態は基本的にホームセンターのように比較的大規模なものであるが2014年11月に開店した MTR 駅支店のように コンビニエンスストアのような小規模な店舗でのビジネス展開も行われている。パック・ファイ・ラウ、エグゼクティブ・プロフィールバイオグラフィー・ビジネス・ウィーク。ブルームバーグ、2015年8月14日閲覧。ABC、インターナショナル・ハウス・ウェアズ・リテール・デビューズ、It's First Retail Shop at o n MTR Station。アクネ・ニュース・ワイヤー、2015年8月14日、閲覧。 フィラ S.I.U., ウォッチドッグアージーズ香港ガバメントツーバイシャーズインザ・リンクライトツー、プロテクトスモールビジネスシーズ、サウス、チャイナモーニングポスト、2015年8月14日、閲覧。ありがとうございます。